芸人博論ということで今回のテーマはですね「えー、芸人知論」最終回についてですね最終回を迎えることについてと言った方が日本語としては正しいと思いますけど「えー、芸人知論」終わってしまったということでね、えー、まあ最終回も聞きましたけどもともと「えー、芸人知論」っていうのをやって てるのでそれにまあちょっとコラボさせてもらって、えー、そしたらお互いのお客さんが聞き合うみたいな感じに、えー、なればいいかなと思って、うん、僕もお笑いの周辺のことをちょっと思ったことをしゃべるみたいなやつをやってみようかなって、えー、思ったんです。でただ単に1人でやってもよかったんですけど1人でやるよりやっぱり何でもそうですけど。 コラボ協賛した方が、えー、まあふく膨れ上がるというかウィンウィンじゃないかなと思ったんでまあそれは森山さんもそう思ってくれてたと思うんですけどやり始めたんですけどまあ本家の方が過激すぎてて終わってしままううということいこなんでね、えーまあ、そうですね森山さんと今日の今日電話をまあちょっと別件でかかってきてで「兼任治ちについても喋って。 んでですけどまあ,あの反省ししてるみたいでしたいね本当にあのなんかよくある表向き謝っといて裏側でクソがみたいな感じではその今日の電話では全然なくて、うん、まあ、やっぱりいろんな人にも迷惑かけたしみたいなことは本人が言っててなんやったら僕にも僕は全然1ミリも。 迷惑かけられたとは思ってないんですけど何、まあ、か謝ってていいいいや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 っていう感じでしたねでまあ僕本人も言ってたし僕もあれですけど全然あの考え方が一緒なわけではもちろんなくて180度違うことも多かったです、うん、これはあかんやろって思うことも、えー、多かったですね、えー、芸人一論に関しては。 まあ、あかんと思うことは大きく2個ぐらいあってですね、まあ、1個はまああんま調べんとやってるなっていうのがあって調べずして人に迷惑かけてるパターンが何回かあったんでそうですねあの芸人知論一回いじられた時があってあいつら許さないの会の時に えーまあ、そ,らその場におらん人の名前とかも挙げてて本人から「僕その時いなかったですよ」みたいな「えー、ツイッターでリュプライ来てすいません」みたいな、えー、謝ったりしてましたけど、えー、人の名前出す時は結構注意してそこら辺ってだいぶあげ足取られるポイントなんで、まあ、ちょっとセキュリティがバカバカやなというのと、まあ、セキュリティの問題じゃなくて、まあ、迷惑かけちゃいますからね、えーまあ、そういうところとか。 うんまあ、調べずにやったがために削除してしまった回とか後から謝るようになった回とかもありますしまあ調べないといけないですよね結構過激なことしようと思ったらそうそれが一個と、まあ、あと嫌われる覚悟がもうちょっとないとあかんのやろうなって結構傷つきやすいですからね、えー、嫌われても割と平気な人とかがやることなんでね うんまあそれが思いますね。まあライブレポに関してはね僕芸歴1年目2年目でやってんだったら劇痛いなと思うんですけどまあもう芸歴でいうとら15年選手とかそれ以上ですよねそういう人がやってるっていうのは僕はまあ面白がってたんですけどね。う 面白がってたって別にバカにして面白がってたんじゃないんですけどその芸歴でやってんのすごいなと思っててそれでまあ過激なこと言ってるけどまあ自分も名前出してやってて匿名でやってるわけじゃないんでねうーんただまあ他のいろんなこととか頭にあのぶっ殺すとか言うたりあの割と線引きというかあのうーんそうですねなんかちょっとこう ラフプレイが多かったんであれねまあさっきもそういう電話で言ったんですけどお一お客さんがライブレポーで言うてる分にはまあ、あのー、腹立った人間がいるとしても「こいつなんやねん」とかコメント欄で言い返したりとかで終わりなんですけどお笑い芸人となってくると事務所に苦情を入れたりとか。あのー 上司に報告したりとか。まあいわゆる、うん。店長呼べってやつですよね？あの、腹立つバイトのやつおったら店長呼べみたいな。うん、本社にクレーム入れたるっていう。えー、あの感じと同じで、割ともう潰しやすい時代になったんやろうなっていうのは思いますね。うんだから。まあ森山さんがあかんとこもあるとは思うんですけど、うん？ そういう意味ではなんかラジオって割と過激なこととかお前言ったらあかんようなことを言うてしまう面白さみたいなのがあってあのー、そこは聖域だって欲しかったなっていうのがあるんですよね。でもうんそれがなかなかかねあの有名人の ラジオなんかでも昔はラジオこっそり聞いて「そんな上の人の悪口言,言っていいの?」みたいな「ないないさんのラジオ」とか僕聞いてたんでねあ結構先輩の名前出してそれ言っちゃうんやこれ誰か告げ口せえへんのかな思いながらでもリスナーもそれ面白がっててっていう、うん、ノリがあったんですけど今はね即日ネットニュースに載ってしまいますからね誰々が何々の批判みたいな。 感じになななるるからどどんどん面白くなくなるというか、ね、うんそういう時代になってしまっててで言うたらね僕もそうですけど森山さんも僕もそうですけど売れてもない人間なんてトラジオなんて過激であって別になんか楽しくでええやんっていうのは根本であるんですよねでもまあちょっとうん、まあ、今回そういうような形になって僕は残念ですね。あの 毎回毎回森山さんはまあ真剣勝負でやってたんやなーって思いますしねうんでなんか芸人がお笑いやる時にこううじうじ考えてる、えー、そのうじうじの部分っていうのはかっこ悪いから言わんようにしてたりとか、えー、するのを結構本音でいろい,いろんなこと。うん もう言ってたんであの,あの人フリップは自分の子供や言うてますからねでネタは自分の子供や言うててあの人だから子供多いんですよ「ま <laughs> るは子供や」言うてるまるシリーズめっちゃありましたからね今思えば、えー、何があったかなもうなんかいろいろありましたよねうんそうですねまあ だから終わってしまうのもまあねマネージャーと話し合いしたみ,みたいですしまああの僕はあんまりどこまで裏の話言っていいかどうかわからないんであのー、本人から聞いた話はツイッター上とかに書いてあること以外は言わないですけど、うん、まあまあまあ終わってしまうのは事実みたいですねでまあ残念だなとか思いますけどねまあでも、あのー、一応。 強調しときたいのは本人はまあ反省ちゃんとしてるみたいですね。うん。であとこっからはですね、僕の試験というかあれなんですけど、あのー、なんか独舌系のタレントさんっているじゃないですか。坂上忍さんとかマツコデラックスさんとかまあ有吉さんとかもそうですかねで、そういう人たちって最初 ブームになる時とか出てきた瞬間っていうのにえまあそういう時期に結構ガンガンいってガンガンいってテレビ局がもうそれを求めてえやってるからガンガン行く時期があってガンガンいって定着して安定期に入ると意外に毒舌じゃなかったりするんですよね。あのー 坂上忍さんでも今そんなに毒舌やってないしでも前の名残があるからなんとなく説得力で毒舌の,のように見えるというか,、うん、だから今なんて別にそ番組の犬みたいな感じありますからね別にそんな大したことその自分の意見というか体制側の人やなみたいな。うん ちっちゃいい犬やののににでっかいのに噛みつくっていう毒舌系のやつっていうのはかっこよく映るんですけど一旦その時期を経てまあ安定期入るみたいな感じで僕の分析ではそういう毒舌系の人たちにの,あのタレントとしての是非とかどの人が毒舌系の中でも好きかとか嫌いかとか言い出したらあのいろいろ好きな人もいるし嫌いな人もいるんですけど何にしても安定期にまあ入って るんじゃなないか入っ,ったら別にいけんじゃないのってだから森山さんの芸人一論もね「2」をやるかどうかっていうのはいつやれるかどうかとか全然わかんないんですけどもしやるとしたらうんなんかライブレポとか迷かかるような個人名出すのとかをもうやめるとかなんか最初に。 とあの自分の中で決めて意外にねあ,のあんだけわ,わわ言ってた人がってなるとその時の毒舌のなの名残が説得力に変わるっていうのがあるんですよね、えー、あんだけ悪いものは悪いっていう人がこう言ってるんだからこれは確かなんだろうみたいな説得力が変わるっていうのがあるからうん。 なんか賢くそっちへソフトランディングで移行していけばと、まあ、ソフトランディングは無理ですけどねあのバサッて切れてしまってるんで、うんまあ、それは思いますね。で芸人博論はまあ本家が終わるということなんでまあどうしようかなと思ったんですけどまあ辞論の再開するかどうかも分かんないんですけどで芸人博論っていう名前 変えてまたやってもいいんですけど、まあ特に変えるメリットもあんまりないんでまあこれはこれで続けようかなと、えー、まあ思ってますね、えー、まあそうですねえー、僕もいらんこと言うかもしれませんけどね、えー、まあまあ今後も。 あの聞いていただきながら本家の「原人知論」の復活をまあ一緒に待とうではないかという感じですね。はいえー、というわけで、えー、今回は「原人知論」の最終回についてしゃべりがとうました。